ちょっと骨盤の間開きたいので、はい、はい、これでちょっとこうしてあげて、大丈夫ですか？気持ちいい。はい。一回両膝曲げていただいて、ちょっと曲げやすくなってきた感じですかね。うんうん、はい。これ左の方が痛い感じ？そんな感じしましたね。ねえ、やってて、まあ、これね、あれ右の方だったのね、はい、最初来た時は。ああ、はいはいはい。ってことは右がほぐれたってこと？かもしれないですね。あ、今挟まってる。このね、この動きが左の方が硬かったですね。ちょっと外に倒していくのが。場所場所か。まあ場所場所っていうのもあるとは思いますね。またそのお尻の筋肉伸ばしますね。はい。はい。ああ、はい、これはすごい。はい、うんうん。あ、辛かった。すいません。いえいえ、大丈夫です。はい、ちょっと位置変えますね。多分怖かったんだと思う。はい、ね、花瓶になってるところもあるんですよ ね、うん、なんかがやってるんだよ、そこ、ここ開いたっていうのを何回かやってる感じ、だから怖いんだ。そうですね、多分結構そういう、まあ、悪い記憶というかいろいろの経験が悪く作用してる部分もあるでしょうね、うん、またこの短期間で何回かやってるんだよね、多分。うん、なんかそうするとちょっとこう思い出してフラッシュバックするみたいなね、うん、怖くなっちゃうとか、大丈夫でもなんかやばそうみたいな感じで、うん、失敗になるみたいなことはありますよね。身構えるのが多いからね、今。股関節が左の方が悪いというか、動きが本当にさっきより倒しやすくなってますね。ね、ここちょっとこう周りが良くないですね。
ますね、そのはい、はい、大丈夫ですかね。大丈夫です、はい。ロコと骨盤の間開きたいので、はい、はい、これでちょっとこうしてもらって、はい、大丈夫ですか。気持ちいい、はい、腰とか脇腹の方がね硬くなってこう、うん、縮んでるというか伸びなくなってますので、うんね、今度ちょっと横にして両膝を立ててまっすぐにしてします。伸ばしますね。大丈夫ですか。はい。はい、